お化けの学校。化け太郎はお化け学校に通う1年生。お化けの学校は国語も算数も勉強しません。立派なお化けになる方法を勉強するところなのです。1時間目、人間に変身する授業が始まりました。みんなそれぞれドロンと人間に化けます。でもあれれ、化け太郎だけちょっと変。よく見るとお尻から犬の尻尾が生えていました。もう一回ドロン。化けてみると今度は鼻が豚の鼻。ドロン。今度は耳が象の耳。何度やってもなんだかうまくいきません。僕はどうしてできないんだろう。化け太郎はしょんぼり下を向きました。2時間目、次の授業は怖い顔に変身する授業。人間を驚かすための大切な勉強です。みんなで一斉にドロン。教室中みんな怖い顔になりました。でもあれれ、化け太郎だけなんだかちょっと変な顔。みんなは化け太郎を見て笑いました。化け太郎は何度も化けてみますが、やっぱりどこかへんてこりん。みんながたくさん笑うので一生懸命だった化け太郎はどんどん悲しくなってきました。授業が終わる頃、化け太郎は泣き出してしまいました。休み時間、泣いている化け太郎をクラスのみんなは化け合いっ子に誘いました。一緒にやろう。化け太郎が恐る恐るドロンと化けると、ウサギの耳がついていました。でもみんなはもう笑いません。ウサギの耳かわいい。もう一回やってみてよ。みんなは化け太郎ができなくても一緒に何度も化けました。化け太郎も最初はしょんぼりしていましたが、みんながたくさん褒めてくれるのでだんだん楽しくなってきました。太っちょおじいさんにかわいい犬、かっこいい男の子にかわいい女の子。クラスみんなでいろいろ化けているうちに、すっかり化け太郎も上手に化けれるようになっていました。みんな上手に化けれるようになった化け太郎のクラス。3時間目と4時間目はちょっと変わった授業です。クラスみんなでドロンと人間の子供に化けると、これで準備完了。お化けたちは人間の子供に化けて人間の世界にこっそり混じるのです。化け太郎のクラスの子供たちは世界中の小学校にこっそり混じると、バレないように人間の子供たちと友達になりました。もし君の周りにこんな子いたっけと名前を知らない子がいても、もしよーく見ると尻尾が生えている子がいても、仲良く一緒に遊んであげてくださいね。その子はきっとお化けの学校のお化けたちですから。おしまい。お化けの挨拶。
健太くんが公園で遊んでいると、いつの間にやら辺りが暗くなってきました。大変だ。もう帰らなきゃ。家へ帰ろうとしたその時、滑り台の影からベロベロバー、お化けが突然現れました。健太くんは驚いて思わず尻餅をついてしまいました。お化けだぞ。お化けがうわーっと健太くんを脅かすと、あ、びっくりした。健太くんはゆっくりと立ち上がり、お尻をパンパンしました。はじめまして、僕健太って言います。健太くんはお化けにペコリとご挨拶。ベロベロバー。お化けがまた脅かすと、君知らないの？初めて会った人にははじめましてって挨拶するんだよ。健太くんは呆れたように言いました。驚かない健太くんに驚いたお化けは、そっか、はじめまして、お化けです、思わずペコリとご挨拶。お化けくん、僕に何かご用ですか？健太くんが首をかしげると、ぐわー、食べちゃうぞ。お化けは口を大きく開けてもう一度脅かします。健太くんは、お腹が空いてるの？あのね、何か食べるときは食べちゃうぞじゃなくて、いただきますって言うんだよ。そう言うと、ポケットに入っていた飴をお化けに手渡しました。あ、そうか、いただきます。お化けが飴を口に放り込もうとすると、待って、その前に何かもらったらありがとうだよ。健太くんはまた呆れたように言いました。あ、そっか、ありがとう、いただきます。お化けがお礼を言うと、じゃあ僕行くね。健太くんは歩き出しました。お化けは思わず、待てと怖い声を出しながら追いかけます。健太くんは立ち止まってお化けに言いました。あのね、一緒に遊びたいときはちゃんと待てじゃなくて、一緒に遊ぼうって言うんだよ。お化けは思わず、一緒に遊ぼう。健太くんを誘いました。もう家に帰らないといけないから、ちょっとだけ遊ぼっか。誰かと遊ぶのなんて初めてだったお化けは、なんだか嬉しくなりました。うん、遊ぼ遊ぼ。二人は隣同士ブランコに乗りました。お化けと遊んだの初めてだ。健太くんが言うと、僕も人間と遊ぶの初めてだ。お化けも嬉しそうに言いました。
どっちが高く焦げるか遊んでいると、もうあたりは真っ暗です。僕そろそろ帰らなくっちゃ。ケンタ君が慌ててブランコから降りると、お化けは寂しくなってついつい、あかんべーだと舌を出してあかんべーをしてしまいました。ケンタ君は悲しそうな顔で言いました。あのね、お友達にそんなこと言わないんだよ。お別れするときはあかんべーじゃなくて、さよなら、また遊ぼうねだよ。お化けは、あ、そっか、ケンタ君さよなら、また遊ぼうね、寂しそうに言いました。うん、また遊ぼうね、さようなら。ケンタ君は嬉しそうににっこりすると、手を振りながら走っていきました。さようなら、ケンタ君、また遊ぼうね。お化けはケンタ君が見えなくなるまでずっとずっと手を振りました。おしまい。おばけちゃんのおつかい。おばけちゃんはおつかいが大好き。でもおっちょこちょいのおばけちゃん、いつも買うものを忘れたり間違えたり。どうやったらお使い上手になるかしら。お化けちゃんは人間の世界を覗いてみることにしました。するとお使いを頼まれている女の子が見えました。あの子のお使いを見て勉強しよう。お化けちゃんは人間の世界へひとっ飛び。女の子がお使いに使っているカバンにドロンと変身。女の子はお化けちゃんが変身したカバンを持って近所のスーパーへお使いに出かけます。カバンの中にはメモとお財布。このメモは何に使うのかしら。お化けちゃんは首をかしげます。スーパーに着いた女の子はメモとにらめっこ。人参、じゃがいも、カレールーにパン。メモには買うものが書いてありました。そっか、紙に書いておけば忘れたり間違えたりしないのね。スーパーに入った女の子は、すみません、カレールーはどこにありますか。お店の人に尋ねます。どこにあるかわからないときはお店の人に聞けばいいのね。お化けちゃんが感心していると、女の子はあっという間に買うものをかごに入れてレジに並びました。レジに並んだ女の子はまたメモとにらめっこ。あ、忘れてた。パンを忘れたことに気がついて慌ててパン売り場へ戻ります。やっぱりメモって大事。お化けちゃんはまた感心。女の子がパンを入れて戻ると、ちょっと
忘れ物を取りに行っただけだから、最初に並んでいた順番に並んでもいいよね。列の間に入ろうとしたので、ダメダメ、ちゃんと後ろに並ばなくちゃ。お化けちゃん思わず声を出してしまいました。女の子はびっくりしてあたりをキョロキョロしましたが、そっか、ちゃんと後ろに並ばなくっちゃダメなのね。不思議そうに首をかしげながら一番後ろに並びました。お会計の順番が来ると店員さんにお金を渡してお釣りをもらい、女の子はすぐにお釣りをお財布にしまいました。それを見たお化けちゃん、私は買った袋にお釣りを入れてたわ。袋に穴が開いてお釣りを落としてママに叱られたっけ、と昔の失敗を思い出しました。女の子は買い物袋をぶら下げて家へと帰ります。楽しそうな公園があっても、かわいい猫がいても、お菓子屋さんが見えても寄り道しません。お使いは寄り道したらいけなかったんだわ。お化けちゃんはお使いから帰るのが遅くなってママをとても心配させてしまったことを思い出しました。家に着いた女の子は、えらかったね、ありがとう。ママにぎゅーっと抱きしめられて嬉しそう。それを見たお化けちゃん、私もママに褒められたい。急いでお化けの国へ飛び立ちました。帰りながらお化けちゃんは、買うもののメモを持っていく、わからなかったらお店の人に聞く、お釣りはお財布に入れる、寄り道しない。女の子から勉強したことを忘れないように声に出しながら楽しそうに家へ帰りました。おしまい。寝る前のお化け退治。ある日、ゆうくんの家に妹がやってきました。ちっちゃなちっちゃな妹にママはずっとつきっきり。その日の夜、僕お兄ちゃんになったから一人で寝る。忙しそうなママを見て、ゆうくんは初めて一人で寝ることにしました。薄暗い部屋に一人で入ると、いつもの部屋がなんだか別の部屋みたいに広く見えます。ちょっぴり怖くなったゆうくんは急いで毛布にくるまりました。半分だけ顔を出すと、部屋をじーっと見渡してみます。すると、だんだんと窓の外に何かいるような気がしてきました。もし外にお化けがいたらどうしよう。机の引き出しも気になってきました。引き出しの中からお化けが飛び出してきたらどうしよう。おもちゃ箱もなんだか気になります。人形に混じってお化けが入っていたらどうしよう。ドアも気になってきました。
扉が開いていっぱいお化けが入ってきたらどうしよう。ゆうくんは怖くなってぎゅっと目をつぶると、ふとお兄ちゃんになるとわかったときにママが言ってくれた言葉を思い出しました。ゆうくんの勇は勇気の勇、勇敢な勇者の勇なのよ。だからあなたはとっても強いお兄ちゃんになれると思うの。そうだ、僕は強いんだ。お化けにだって負けないぞ。ママと妹を守るんだ。ゆうくんは毛布から出るとおもちゃの剣を取り出しました。剣を構えながら、えいとカーテンをめくります。なんだ、何もいないじゃないか。次に机の引き出しを開けました。そりゃ中はゆうくんの描いた絵が入っているだけ。ほら、お化けなんていない。隣のおもちゃ箱にもお化けは入っていませんでした。はあ、よかった。ほっとしていると扉がキーとゆっくり静かに開きます。僕は戦うぞ。震えながらゆうくんは扉に向かって剣を構えました。扉には黒い大きな影が動いています。僕は強いんだ。影に向かって思い切り剣を振ると、そこには驚いた顔のママが立っていました。ゆうくん、どうしたの？びっくりしたのと安心したので、ゆうくんは思わずベソをかいてしまいました。ママはふふっとほほえむと、ゆうくんは強くて立派なお兄ちゃんね。なかなかかまってあげられなくてごめんね。ベッドに戻ったゆうくんにそっと毛布をかけてくれました。ママと手をつなぐとだんだんうとうとしてきました。そのまますぐに眠ってしまったゆうくん、お化けから妹を守る夢を見てるのでしょうか。時たま、えいと寝言を言いながら朝までぐっすり眠りました。おしまい。